シャス田中です。今回はこの KP 使ってドミネーションやってきますが、今回の企画は僕が前線を押さなかったらどうなるのというね、そういう疑問に、素朴な疑問ですね。僕自身が思う素朴な疑問です。ただこれはなんで、今回は主に味方さんに前線を任せて、なんだろうな、特に僕が目立たないような感じのね、ドミネーションにちょっと前半どんな感じなのかっていうのをちょっと見るためやっていきたいかなと思います。まあ、だからこういう裏取りとかはね、こう徹底的に、あとはもう味方さんに言う全を任せという感じで僕は下がりますね。こっち来るんだけど、待ってね、これもらうわ。あざーす。ちょっとここの左から来る人だけ見ときますね。まあ、ちょっと地味な絵になっちゃうんですけどね、普段ね、よく僕がなんかね、こうバーって押して、バーってやつガーってやっちゃう感じじゃないですか。それを、まあ、僕がじゃあやらなかったらどうなるのかというね、そんな感じの回です、今回は。だから、本当に前線を味方さんが今ね、頑張ってくれてますんでね、ちょっと見ておきます。ちょっとたまに僕も援護してますね。さすがに、何もしないっていうのはね、道徳的にどうなのってなっちゃいますからね。ちょっと下がろうかな。どうしよう。キルストをね、まあ別に特に貯めたいわけじゃないんですけど。よし、取るか。いけるかな。いけましたね。よし。いや、これはちょっとあんまりよろしくないな。やりたいこととちょっと違うぞ、何か。前線を味方さんに任せて、どうなるのかっていうのを試したいのに、普通に味方さん前線上げちゃってるから、なんか企画が違う。それでこれで僕がオビタル出したら、ほんとただの後方援護になっちゃうな。それでいいのかな、よかったのか。これ使え、これ。何よ、俺はこのファールなんて強いね武器を使ってるんだが、全くもういけないことしてしまいましたね。申し訳ない、本当に。僕は裏取りの敵をね、こう裁く人になりますので。あ、でも割と味方さんやってくれてますね。あ、いいね、これ。まあ、正直いらないかな。あ、でもいいか。なんか来てるよ。あっぷね。そこかい。味方さんのドクロの位置でちょっと、あれやっちゃったけど。お、いいね。じゃあちょっと、僕もやっていいかな。あ、この人多分、マーカーっぽいな。誰も当たってないっていうね。悲しい。うわ、やば。マーカーっぽいっすね。マジか。あ、 B が落ちる。おお、いますね。あ、アップねー。いや、なんか違う、これじゃないんだよー。私がやりたいのはちょっと違うんだよな。この前線を味方さんに任せたいっていうのが今回やりたかったことなんですけど、どうなんだろうか。これは自分が干渉していいのかな。じゃあ、やべ、あ、ごめんなさい、裏取り来てましたね。さあどうなる。これは結構なあれですね。僕はまあ過干渉せず、ちょっとくらいの干渉でね、ほどいい干渉ぐらいでとどめときますね。うん、ただ死んでないだけだけど。ただ死んでないだけだけどね。うん。でも B 取るか。あ、どうだろう。味方さんのね、あれに合わせますよ。旗取る、取らないは。味方さん旗入ってたら僕旗取ります。っていう感じで、いきたいと思うんですけど。どうでしょうか。早いね。危な。あ、おー、いいっすね。あ、敵がオービタル出してきましたね。54秒ってことは14秒まで。まあ、オビタルは40秒なんでね。まあ、最後の最後出されても特に問題はないと思うんですけど。お、これ押されてるぞ。とか言って、何やってんだ。何やってんだ。本当に。ちょっと。あー、やばい、全然押してる。やばい、いつもの癖出た。まずい、これは。よし。よしじゃないか。よしじゃないね。いやー、なんだろう、変に意識するとダメだな、やっぱり。全然押しちゃうんだよな、どうしても。でも敵さん最後にキルストーンパレードやっちゃったけど大丈夫？いろいろ溜まってるけど次の試合はやらせてもらいますよ。でもなんか
そう、自分が思ったようなあれじゃなかったな、本当に。もっとなんかあれかと思った。なんかこうね、フルボッコにされるようなイメージだったんですけど。でも味方さんすごいですね、前線ちゃんと上げてくれて。いやー、これはいいですわ。まあ僕もね、やっぱり前線を上げる人が何に怯えるか、それはジリスのよくわからん裏取り連中ですよ。あれさえちょっと抑えてくれっていうことがね、やっぱりよくあるじゃないですか。なんでね、今回はそれを意識したんですけど、もういっか、これ貫いちゃおうか。もうむしろもう後方援護に回りましょう。僕はいや、だからスウォーム使わないわけじゃないよ。スウォームはあくまでも抑止力としてね。じゃあ味方さんがだから B 入ったら僕も B 入りますよという、そういう規約ですから、味方さんが入り次第入ります。入れるようにするよ。ちょっと撃つよ。さすがに死んでないのかい、誰も。大丈夫かな、もうちょっと様子見るか。どうですか皆さん、いつもどんな感じ動いてます？やっぱ敵が来るの待っちゃう系男子ですか？僕は今傍観者決め込んでますけど、どうなんですかね。こう、そうそうそう、僕が見たかったのこれなんだよね。前半戦味方さんがね、こう前線がどうしてもじゃないや、どうにかこうにか上がらないなの中どうするかっていうのを見たかったんですよね。さあ B は取りましたが、ちょっと待って、自分でこれ忘れてた、この存在。はい、お、押し返しましたね、いいっすね。さーて、押し返した味方さん、おお、結構いるな。じゃあ僕もこのタイミングを見計らってオービタル出します。味方さんに援護になればいいかなという感じで。上のベランダからの、おお、キョロキョロしてますね。あ、君あれか、裏取りの君か。あ、 B の下にいますね、これは。下から来るやつですね。死んでないの？うわ、絶対死ぬと思ったのに。悔しいな、今のはちょっと油断した。お、また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 、本当にやんちゃなんだから。お、 UAV が来ましたね。さあ来ますね。でも彼は、あ、ブラボーが落ちてる。これは問題だな。スウォーム出しとことりあえずスウォーム出しとこ。援護なるかな。なるよね。ここのね、地下から来る人を僕はね倒したい。ダメかい、スウォームくん。あ、味方入ってる。危ね。うえー、お前、おい、怒るぞまたこのスウォーム反抗期なんだから、すぐ反抗期になっちゃう、本当に。むしろスウォームをさ、このなんだろうな、トロフィーシステムでカバーしてくれないかな、自分のね。でも相手からしたらなんでってなるかもしれないですね。僕特になんか前線上げてたわけでも、イモってたわけでもない。イモってたかな、あれってどうなんですかね。距離を測ってちょっと引いてましたけど。うわ、下から2人ぐらい来るな、これ。まあそっか、それは来ますよね。だってそもそもスウォーム出てましたしね。お、 B が危ない、守ります。変な戦い方するもんで、するしてもなんか面白いですね。なんかこういう戦い方って初めてというか、めったにしないんですけど。おお、当たんなかった、腰ダメ、マジかよ。今回変わった戦い方でね、本当に。しかもメインが KP っていうのもなかなかないことだと思うんですけども。で、率先して入るよ。あー、敵さんが入ってきちゃったよ。早いね。あのセントリーガンは一体何やってるんだいあれ敵のかい、敵じゃないでしょ。自分で自分のトロフィーシステム壊すやつ。お、ちょっと最後らへんちょっと押されましたね。まあこんな感じで何をしたかったんでしょうね、今回は。よく自分でもよくわからないですね、本当に。本当だったら、本当のシナリオを言うと、
自分がこう前線上げてなかったらどうなるのかっていうのをまず見たかったんですけど、最初はなんか普通に味方さんが前線上げちゃったもんでね、計画がちょっと変わってしまい、それプラスその前半戦やっちゃったもんだから、後半戦に僕がガチでね、じゃあ逆転頑張ろうかなって思っても、そう特になんかすることもなしっていう、なんとも言えないなこれ。でもなんか KP でやってても、まあでも何やかんやそう見て出せるんですね。なんか特にそんなキルスト今回ガンガン出してきますよっていうイメージはなかったんですけど、なんやかんや KP でやるドミネーションになったっていうね、結論 KP でドミネーションやってみたっていう、いやーよくわからんですね、自分でやっててようわからんっていうのもちょっとねあれですけど、まあこんな感じで今回は終わりたいと思います。今回不思議なドミネーションでしたね。まあドミネーションの中でね、やっぱり気をつけなくちゃいけないのが、皆さんもねぜひ気をつけてほしいことが一つあるんですけど、スウォームが出てる中ね、敵の近くに行かない方がいいよっていうことです。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。